正義という範囲の中で、北朝鮮の拉致問題、これは、どういう意味になるのだろう。結局、横田茂さんが存命中には、横田めぐみさんが帰ってくることはなかった。何が、その時起こっていたのか。日本の情報が知りたかった、というには、拉致ができる、そのくらいには彼らは侵入してたのだ。何のための作戦？それは今も、消えることのない、そんな疑問。ともかく北朝鮮は恐ろしい脅威だ。それを日本に示すことはできた。奇妙とも言える感覚で、この問題の再認識はでも、無理が通れば道理は引っ込む、そんな感覚の再起を、不意に実感させもする。不可能なことに、何かは挑もうとしているのだ。その影響で様々な歪みがあった。多少は、何かの安定？それは感じる。大賀さん。へ通じるものがそこにあり、それは審判を続けている。